はい、皆さんおはようございます。8月21日、飛騨池でございます。はい、目の前にまず炊飯器があります。この炊飯器ね、皆さん何が入ってると思います？はい、今日はですね、焼きそばが作ってあります。はい、この焼きそば、イカ入りですが、今日はですね、なんと飛騨池、伝説の焼きそばになっております。今日はですね、秘密の料理長がですね、料理しております。今日はですね、多めにね作ってありますんでね、皆さんどうぞ楽しみにね食べてください。美味しいですよ。おかわりがなく、おかわりあるんでしたっけ？おかわりもね作ってありますんで、おかわり OK です。おかわり OK です。はい、皆さん今日はね楽しんでください。え、大仏さんがね、もう狙ってるんですよ。もう大仏さんの方が、大仏さんまだ食べちゃダメですよ。はい、みんなで、ね、我慢しましょうね。お昼までお昼まで我慢しましょう。ちょっと飲まないで先に。ラッキーウッキーこいこっこー、ストーベイです。ちょっとね麦わら帽が長いと思うんですけど、気のせいです。はい、今日はですね8月21日飛騨池からですね、また調光していきたいと思います。それでは今日もやるぜ。先ほどまでね雨の方が降ってたんですけど、現在ね雨の方は止んでおります。今日はですね霊界画の方も入っております。霊界の皆さんは頑張ってください。皆さんまで言わんだけどね、多分本人気に入らない。いやいや。よし、いける。飛騨池にいるカリン様です。かわいいよね。上機嫌です。ご飯準備できとるよ、カリンちゃん。はい、はい、今日はですね渡り桟橋のですね3番こちらの方で調光していきます。はい、飛騨池なんですけどね、毎回ね私思うんですけどね、本当にあの山の中の森林に囲まれてですね、本当にノズリに近い感じでね調光できるのが嬉しいですよね。でね、楽しい仲間もね、スタッフさんたちもすごい、楽しんで、本当にいつも楽しんで調光の方、しております。麦わら帽子がよ、投げんだよ、画面から切れてるじゃねえか。ちょっとそれだけ言いたかった。かっつけガッテン、単品ガッテン、中にねオキアミが入ってるんだ。知ってるか、まあみんな知ってるよね。オキアミが入ってると、はい、ブルーギルたくさん寄ってきます。まあそういうね邪味をね寄せてヘラを釣ると。それではですね、頑張って今日も調光していきたいと思います。はい、楽しく釣りはやりましょう。はい、餌の方はですねガッテン単品で、使用していきたいんですけど、飛騨池はね魚の寄りが激しいんで、ネバフをですね後から刺してですね使っていきます。まだ麦わら帽子長いな、短くなるんかなこれ。とりあえず買ってんだ、開けるんだ、大胆に開けるんだぞ。毎回言うようだが大胆にだ、もう一度言うぞ、大胆に。ああ破きました。そして開くんだ、わかるな、毎回言うんだけど開くんだぞ。開くんだ。おう、ああ遠くにエビが見える。シマエビ、赤エビ、ブラックタイガー、何のエビ使ってるんでしょうね。はい、知ってる方私に教えてください。はい、餌がね出来上がるまで待ちましょう。待ってる間はいつもの赤いやつ、いつもの赤いやつだ。みんなも飲んでるか。ぬるい。だんだん伝説の焼きそば評判が悪くなる。よいしょ、おーしょー、船汁、よいしょ。はい、ガッテンでね1枚目来ました。よいしょ、いいサイズですよ。よいしょ、重たいな。おお、いたった刺さった。まあね、釣りにはこういうハプニングがつきものです。
いたてててあ、まだついとるまだついとるまだついとったはい、これがね、私の悪運の強いところです。まだついてったはい、ありがとうございます。リバースしちゃった皆さんはね、こんなことしないようにしてください。あよいしょよいしょ。いやいや、一匹目からね、ハプニングだらけです。はい、いつもの東米です。それがおうおう、なかなか映させてくれんな。よいしょ、はい、1枚目ゲットです。1枚目ゲットです。はい、ありがとうございます。よいしょよいしょよいしょ、わっしょい。あ、タンポの絵が抜けた、頭が抜けた。あ、北さん助けて助けて。つけたつけた、タンポの頭が取れてしまったすいませんすいません今ね、ハプニングが、タモの頭がね、取れちゃいました今ハプニングが発生、ハプニングだらけです。すいません、もうね、人に助けてもらわないとね、もう釣りができないお年頃になりましたはい、1枚上がりました、ありがとうございます。おい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 しょ、えい、いい方だ。おお来た、おおよよよよよよ、おいしょ、えい、ゲット。うおし、今日もね、船汁がすごいです。あい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 、むちゃくちゃ元気、むちゃくちゃ元気。おお、いい方です。はい、1枚上がりました、ありがとうございます。よっしゃ、わっしょい。よし、あ、今度は上のパラソルが邪魔だな。よいしょよいしょ、うお、戦っております。8月21日かな今日も左池で戦っております。よいしょ、はい、こっち来てください、こっち来てください、こっち来てください。よいしょ、あ、そっちでか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 。よいしょ、よいしょ、はい、見えないとこでゲット。はい、ありがとうございます。ナイスサイズ、はい、ありがとうございます。よいしょ、いい戦っております。おいいね、いいよ、おいで、今日は焼きそば食べさせてあげるから、おいで、焼きそばだよ今日は、カレーもつけちゃうからこっちおいで、さあおとなしく焼きそば食べなさいよいしょよいしょ、あ、おい、いやいや、今ね、少し雨が降りまして120のね、パラソルを、出してる状態です、刺してる状態です。ちょっとね、寄りにくい。よいしょ、はいはい、ゲット。
はい、ありがとうございます。はい、どんどん釣っちゃうよ。釣れるかな。うお、汁が、魚汁が。はい、ありがとうございます。お、ありがとう。お、あ、本当に何なんだろうね、あの麦わら帽子。自分もよくわかんない。でもね、みんなが楽しければそれでいいのよ。バナナかよ。今日はですね、スペシャルな焼きそばなんですよ。はい、料理のね、うまい友人が作ってくれております。いただきます。うまいと笑顔になりますよね。あ、失礼。わっしょい。さあ、こっちに来るんだ。こっちに来るんだ。よいしょ。あ、パラソルが。無理すると体がつる。あ、届かない。あ、届かない。あとちょっとが届かない。おいしょ。なんか、また潜ってった。よし、オッケー、オッケー。ああ、本当にね、一匹釣り上げるだけで大騒ぎです。はい、はい、ありがとうございます。おい、オッケーぞい。はい、ナイスヘラ、ありがとうございます。はい、残念ながらスレです。はい、ありがとうございます。はい、枚数はね、数えてないですけど、釣れました。ありがとうございます。あー、持ってきとれへんかな。今日はですね、午前中雨だったんで、お客さんのね、入りの方はですね、あまりよろしくないんですけど、その分ですね、あのスタッフさん、まあ、有志のスタッフがついてですね、それぞれ盛り上げておりますよ。楽しいですよ、釣り教室。もし私にご指名があれば、私も行っちゃいますから、呼んでくださいね。はい、東部です。今ですね、初心者釣り大会の方ですね、撮影の方やってきました。楽しかったですよ。私もね、いろいろちょっと協力させてもらいました。さあ、これからですね、また残りの時間を使ってですね、提灯やっていきたいと思います。それではやるぜ。はい、これからね、使用する餌は GTS、 それとパウダーベイトヘラ、こちらの餌を使ってですね、提灯やっていきたいと思います。みっちゃんか。はい、はい、はい、東部提灯で釣り上げました。やったぜ。おいしょ、おいしょ。船汁飛ぶ。はい、ありがとうございます。どこへ行こうというのかね、どこへ行こうというのかね。はい、センターが釣れ、わっしゃい。はい、今日もね、たくさん釣らさせてもらってます。本当にありがとうございます、平池さん。はい、ありがとうございます。楽しいですよ。皆さん帰るとですね、やっぱ夕方ぐれってね、よく釣れるんですよ、本当に。はい、1枚ゲットです。はい、ありがとうございます。よいしょ。はい、提灯3枚目。はい、ありがとうございます。はい、本日の上がりベラ来ました。いいサイズ来ましたよ。まるまる太ってます。うん、
35ぐらいありそうですね。35ぐらいありそうです。はい、ありがとうございます。はい、餌終了になりました。はい、上がります。はい、東兵衛です。お疲れ様です。はい、本日はですね、肥大家まで調光しに行きました。今日はですね、3時からですね、イベントもありまして、そちらの方もね、撮影しました。そちらの方もですね、動画にしますんで、ぜひ皆さん一度見てください。肥大家ではですね、毎週土曜日、日曜日、面白い企画をですね、やってますんで、ぜひ皆さんもね、一度見て面白いようであれば一度お伺いしてください。それではですね、今日の調光終わりたいと思います。それでは皆さん、いつものやつやっていきます。いいねと登録をよろしくお願いします。バイ。長いか。いいえ。尺も長い。